はい。じゃあ今日もですね、私のメールボックスに寄せられた NFT メタバース関連の YouTube ネタを紹介しましょう。だいたいね、YouTuber で情報発信をされてる方の中で多いのが、こういったダイレクトメールをですね、え受けて、で、プロジェクトを一緒に組んで、販売して売り上げを上げるためだけに、えー、そのミッションを託された YouTuber です。で、多くの方が YouTube から情報を取ってますので、これにコロッと引っかかるわけですよね。私みたいに、 こういったね情報を、まあ、ICO の時代からあったんですよ ICO でもね、えー、この ICO プロジェクトをあなたの YouTube チャンネルで紹介してくれたら報酬払いますよみたいな感じでまさに視聴者からお金を踏んだくることしか考えていない業者とそれに組みする YouTuber が結託してですねそれっぽい動画を作るってやつですえー、現在 ICO はネタを変えてメタバースとかね NFT に変わってきたただそれだけなんですよじゃあ翻訳されたメッセージを紹介します こんにちは私の投稿に少し時間を割いてくださいましてありがとうと私の名前はレベッカですマーケティングディレクターのゲームプラットフォーム NFT ですまあこういうふうに紹介されてますよねで、えー、このプロジェクトを紹介してくれるようでしたら FacebookInstagramTwitterYouTube で紹介してくれるようでしたら報酬払いますとうこれはイーサリアムを拠点するメタバースを巡るこの旅ですとか色々いろいろ書いてますそれっぽいことがね で、具体的なことは何も書いてないんですよでこれに対して興味がありますっていうふうに返信をすると回答が返ってくるその回答の中には PDF ファイルとか、えー、プロジェクトの説明の YouTube とかねそれからどんなことを視聴者に訴えかけてほしいのかってことが書かれていますもちろん報酬の交渉もそこにあって大体いい YouTube で放送すると一発で1000ドルだから13万ぐらいですかであとはそのー YouTube からの上がってきたお問い合わせに対する契約 1一件30万とか50万ですけどもそのうちの30%から50%を YouTuber さんに、えー、お支払いしますよって感じでただ視聴者さんからお金を踏んだくることしか考えてないっていうプランですねで今回送ってくださったこのねなんとかかんとかっていうね、えー、ペイドコーポレーションっていうところがどうなのかはまだお問い合わせしてないから分かりませんでも大体いいこういったあメッセージがね 1万件中いいのが1件あるかどうかっていうことなんですけどもそんなことをね私たちのようなインフルエンサーが吟味してる時間ありません片っ端から紹介して500万1000万と稼いだ方が簡単なんでそういうのをねどんどん YouTube にしてるってことなんですよで YouTube から情報を取ってその気になる人ってのはこういったインチキな商品を買ってしまうんですよねもちろんこのペイドコーポレーションがインチキだっていうふうに断定してるわけではありませんけども似たような形で来てますんでね もう飽き飽きですよね i c o の時代から同じパターンですということで皆さんは賢くなっていきましょう